さんこんばんは、カプリです。今日は豚しゃぶサラダスパサラダを食べました。美味しかったです。最近何もないからね、コメント返ししかないんだよね。反映されてればいいんだけどな。石井さん、お久しぶりです。カプリさん痩せましたね、びっくりしました。本当ですか？痩せてないんですよ、全然痩せてないんです。最近メンタル面や体調が辛いです。メンタルな部分は薬で抑えてますが、甲状腺が腫れていて病院で再結出したので結果待ちです。大変だね。甲状腺か。病院で、メンタルの病気でいろいろなことを諦めてます。一番は海外留学なのですが、このままでいいのかな。周りの友達はどんどん結婚出産夢の現実をしており、実現をしており、自分は止まっている感じ覚です。悲しい。長々と愚痴を書いてごめんなさい。留学か。でもね、若い時に好きなことやってた方がいいですよ。結婚はね、縁ですから、必ずやってくる。それと美和さん、カプリさん本当山あり谷ありですよね。まっすぐ平らな道を歩きたいものです。体調良くなるまで無理せずに。ありがとうございます。いつもね、あったらね、優しいコメントありがとうございますね。サミさん、カプリさん久々のコメントです。動画もなかなかチェックできず、久しぶりにカプリさんの声を聞いてなんだかほっとしました。私もここ数週間体調が優れず、いろんな心配事を抱えて過ごしました。そんな日もありますよね。カプリさんの笑顔にパワーもらいました。食べる動画待ってますね。今食べちゃった。今ね、豚しゃぶサラダを食べ、スパサラを食べちゃった。ありがとうございます、コメント。今日はね、なんかもやもやした日がした。私もね、なんか体調悪いんだね。体調悪いです。もう今ね、夜の7時45分です。アップされるかな。アップされることを祈って、またレビューしますね。コメントありがとうございました。じゃあまたレビューします。じゃあねー。